こんばんは、平井博之です。今回はですね、ウェッジについて前も動画撮ってると思うんですが、今回はウェッジの特徴とですね、どういった場面使うか、あとはそれに対しての練習方法などを詳しく解説していきたいと思います。平井博之のワンラップゴルフ。まずですね、このウェッジの特徴っていうのは、ロフトが皆さんバラバラだと思うんですよ。サンドウェッジとして今僕紹介してます。で、これが58度ですね。で、58度を入れてる人とか、60度を入れてる人とか、56度を入れてる人とかっていると思うんですけども、それ人それぞれウェッジセッティングがあるので、ロフトはバラバラだと思うんですが、パター以外の一番下のクラブですよね、それを紹介していきますけども、僕は58度で今からちょっと打ちます。この58度って意外と番手で言うと S ですよね。バンカーでしか使わないって言ってウェッジを入れてる方が僕レッスンをしていて半分ぐらいいるんですよ。そうではなくて、これもやっぱり一番手なんで、フェアウェイだったりラフだったり、もちろんバンカーで、いろんな場面でやっぱり使ってあげた方がいいんですよ。優しい難しいっていうのは、本当はよくサンドウェッジをフェアウェイから打つと難しいから使わないっていう言葉僕結構聞くんですけども、一切そんなことはないんです。それは僕に習ってないからだと思うんですそうだから、ちゃんとした打ち方を知っていれば、どこから打っても難易度はどの番手で打っても変わらないです。それをちょっと言っていきますけども、フルショットをしたり、アプローチをしたり、ハーフスイングをしたり、いろんなスイングをサンドウェッジって一番14本の中で多くするクラブだと思うんです。単純に言えば、1ヤードからフルショットの、僕は80ヤードですけども、80ヤードから1ヤードの間を全て使いこなすのが58度っていう感じのイメージを持っていただいた方がいいんです。だからすごくやることが多いクラブなんですね。それだけショットのバリエーションが多いってことは、練習量も増やしていただきたいです。サンドウェッジを準備運動程度にちょこっと済ませてから、もうアイアンに持ち帰るんではなくて、しっかりとした練習をしていただく方がいいと思いますね。それで打っていきましょうか。まず練習始めで、できればこのサンドウェッジ S58 度を持っていただきたいんですけども、まずはその練習場の一番近いターゲットにまず距離を合わせて打っていただく。こちらの練習場ですと30ヤードぐらいに旗があるので、そこに向かって打ってあげる。これ最高。次に 2,3 番目に遠いターゲット、引っ掛け気味ですね。3週間ぶりの練習はこれいい。ちょっと開いちゃおうかな。マスピざっとこれで7、80球ぐらい打っていただいて練習するんですけど、先ほど最初にいろんな球筋だったり、いろんなバリエーションが多いクラブですよって言ったと思うんですよ。で、今打ったのが全部ボールポジションもノーマル、クラブの角度もノーマル、打ち方もノーマルで打ったんですよ。それで2箇所の30ヤードと50ヤードを今打ったんですけども、それに対して今度じゃあ全部低い球、球筋は強くなりますよね。そう。で、次に50ヤード。こんな感じでちょっとこうフェイスローテーションっていうか、まあリストダンスをね、こう強めに使ってかぶせながら、
こういう感じで打ってる感じで、まあ、ちょっと強めで低い球を意識して今打ちました。ウェッジっていろいろやっぱできるんですよ。上げたり転がしたり曲げたりとかって一番やりやすいロフトがあるんで、それがやりやすいんで、アプローチなんかでもいろんな球を打つコースなんかでは球筋が必要になってきたりするんで、いろいろ球を変えて打ってあげるっていうのはウェッジなんかではすごいいい練習になるし、飽きない練習の一つですよね。いろんな球筋を打ってあげた方がウェッジなんかではいいと思います。で、これアプローチの動画前撮った時にも言ったんですが、ボールポジションってめちゃくちゃ大事なんですよ。アプローチってスタンスも狭くて、ボールとの距離も近くて、振ってる動作もちっちゃいんで、ドライバーでは 1,2 センチが許容範囲だったのが、アプローチとかウェッジでは1センチとか1センチないぐらい、5ミリぐらいでもちょっとズレ的には大きいかなって感じるぐらいのズレになるんで、ボールの位置ってすごい重要になってくるんですよ。逆を言えばそれはノーマルの時なんですよ。なんで球をいじる時っていうのは相当ボールの位置を変えてあげないと球筋に変化が与えられないので、なるべく打つ球に対してボールの位置をすごく大げさに動かしてあげてもいいかなと思います。で、そこの注意点としては、ボールをいじることに対してノーマルポジションよりも左に置くことはほとんどないと思ってください。右に置くことは結構あるんです。でもノーマルポジションがここだとしたら、これぐらい左に置くことがあんまないんですね。ほんと稀なので、よっぽど何かトリックショットしない限りはノーマルポジションよりも飛球線側、ターゲット側の左に置くってことはないと思った方がいいですね。実際僕なんかは左に置くことは0回ないです。なのでこれぐらいに置くことは全然あります。ほんと普通にある、もう完全に外出ちゃってますよね。でもこれぐらいでグリーンに対してこうやって打つことは全然あるんですよ。入る入る入る、オッケーっつって。でもこっちに置くってなると1個のボールしか打てないです。これはこうやって上げることしかできない。ただウェッジってロフトがありますよね。まして今 S で打ってるんで、58度で打ってるんで、一番ロフトがあるクラブに対して左に置いたら、今もそうですけどショートしました、それはそうなんですよ、下をくぐるんで。だからそういう球、要は距離感に全くつながらないショットを打っちゃうことになるんで、左に置くことはないと思った方がいいですね。難しくなっちゃうんですよ。これアプローチなんかですごくご質問が多いのは、アプローチの距離感を知りたい、教えてくれっていうことすごい多いんですよ。で、アプローチの距離感、パターもそうなんですが、アプローチの距離感って意外と聞いてて多いのは、何時何時が多いんですよ。何ヤードはここからここって。で、これすごい難しくて、目安としてもちろん決めるのはいいとは思うんですけども、あまりおすすめはしない。その理由としては、前も動画で言いましたが、この9時3時とこの9時3時の距離が全然違うってことなんですよ。ボールへ向かうクラブのスピードが常に一定の方だったら、もちろんこっからここで何ヤード、こっからここで何ヤードは全然いいと思います。でも本当に今日のスピードと1ヶ月後1年後のスピードが一緒とは限らないですよ。その時の調子だったり、自分のスイング改造だったり、それがアプローチに影響が出てくる時って大いにあるんですよ。そういう場合は同じ何時何時でも全然スイングスピードが変わったりするんで、もちろん距離が変わるんですよ。僕は距離感っていうのは、クラブヘッドがボールに当たる強さ、このクラブヘッドがボールに当たる強さ、それしか考えてないです。どの強さでボールにヒットしたら何ヤード飛ぶんですかねっていう感じで打ってるんですよ。だからトルカの右に3本短い旗があるじゃない、でグリーンの旗があるじゃない、でその左に白い旗あるじゃない、ちょっとどれか言って、どれ狙ってって。一番奥、素振りなしでいくよ、うん、構えるセンチぐらいでしょ、あんなもんなのよ。だから何ヤードかも書いてないじゃない、だから分かんないけど、あの見た目で58度だったら、この強さだったら多
多分これぐらいなんじゃないかなで打ってるわけで、結果的にあったからドヤ顔してるだけなのよそうだからあんなのはコースだったら補足したりでレーザー測ったりするじゃない、それでやればいいんだけど、だから練習場なんかですごくいいのはヤーデージ書いてないのがいいで、練習して後でレーザー持ってる人だったらレーザーで測って、あ今の感覚だったら何ヤードなんだっていうのがそこで体で覚えれる。大体じゃあその力の入れ具合というか感覚でこれぐらいだったらこのぐらいだっていうのを持っていないといけないよね、うん、できない。だからそれを普段の練習からやってもらった方がいいよね。だから練習するんだよ。そうそう、感覚だ。そうだよね。そう、それが常に感覚が出せる人だったらもちろん練習しないでフィーリングだけでポン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 打っていいんだけど、そのやっぱり始めたての方とかまだその感覚が身についてない方ってやっぱり形で決めちゃいがちなんでね、そうすると動かされちゃうから、うん、あ今のでかかったかなと思って緩んだり、ちっちゃかったかなと思って力んだりってあるから、そんなのはもう全然いい。だって今のフルスイングでじゃああそこに打ってっつったら、あ全然弱くなりましたね、ショートしました。そうあんなもんなんですよ。だからもう今の全然届いてないんで、じゃあ今のフルスイングだったら全然弱いんで、じゃあ練習だったらもうちょっと強く打ちましょう。そうだからスイングの大きさ的には今自分の大きさじゃないんでもう単純に合わなかったですけど、あれをあれぐらい振る人だったら合わせに行った方がいいんですよ。でその感覚っていうのは自分から出しに行かないと出ないんです。これぐらいだろうなっていうのを強さをボールに加えてあげないとボールの結果として出てこないので、それは絶対ボールに伝えないといけないことなのでやっていただいた方がいいですね。練習なんかはその球数的には打ち放題だったらちょっと多めに打って本当70球以上ぐらい打ってもらった方がいいですね。 S だったら S だけで、そうそれぐらい打って次アイアンに移ったりってやった方がいいんで、10球20球であまり終わりにしない方がいいと思いますね。あとは本当に感覚的な部分っていうのは先ほども言いましたけども、自分から出していってなるべくインパクトに当たる強さで距離を調整してあげた方がどんな状況にも対応はできるので、それはやっていただきたい練習になります。では今回はですね、ウェッジの特徴とどういう場面で使うかというのと、あとは練習方法ですね、ちょっと紹介していきました。やってみたいなとかですね、あいいなと思ったらチャンネル登録とですねグッドボタンの方よろしくお願いいたします。では最後までご視聴ありがとうございました。